学生と幼稚園児の交流会が盛岡市でありました。交流会には日本の研究のためアメリカから来ている大学生12人が盛岡市の白梅幼稚園を訪れ、3歳から5歳の園児70人と触れ合いました。学生たちは今年夏から滞在している短期留学生で、普段は盛岡市内の中学校で英語教師の助手を務めたり、週に2回岩手大学で日本語の授業を受けたりしています。留学生を前に園児たちは最初少し戸惑っているようでしたが、次第に打ち解け、体を動かしたりしながら笑顔で遊んでいました。ポケモンのゲームの話とか、優しかったです。とても良かったです。本当に子供は元気で、なんかびっくり面白かった歌や踊りなどを通じての小さな国際交流、終始笑顔が絶えませんでした。岩手校。